You're listening to Shibuya Cross FM. Swingin', swingin', swingin' your dream. こんばんは。12月5日アーティストライブのお時間です。キャプテンの田谷陽一郎です。バッキューン。こんばんは。マネージャーのフォンチーです。この番組は夢に向かって走り続けるアーティストを応援する応援エンタメバラエティです。そして一緒にアーティストを応援してくれるカリニューブです。イエイ。あれ頭切れてるよそれではアーティスト応援部スタート。はい、ここからは、カリニューブも参加してもらいます。今日のカリニューブの当番はお嬢とアミティとてんちゃんです。はい、カリニューブのお嬢とアミティとてんちゃんです。よろしくお願いします。てんちゃん音量でかいねなんか噂によると、終わった後のショールームのコーナーでだいぶなんか借りてきた猫感が。いや、なっちゃった。違う。お、やった。うん、なんか結構もうあっと言ってたみたいですよ。まあ、じゃあ今日も楽しみ。そうなんですよね。ちょっといきなりこことの自己紹介とはちょっと違ったはい、では今日のテーマトークに行きましょう、はい、今日のテーマはモーツァルトです。お、うん、今日12月5日はモーツァルトの命日なんです1791年の今日、35歳という若さでリウマチ性炎症熱で亡くなったとされております。ウォルフガング・アマデウス・モーツァルトはオーストラリアの音楽家です。ハイドンや、ベートーベンと並んで古典派音楽、ウィーン古典派を代表する一人でありまして、代表曲はもうみんなが知ってますトルコ行進曲、キラキラ星変奏曲、そして魔笛です。はい、まあね、あの前列のカリニウムの2人は、はい、まあ音大だし、そうなんですね、クラシックピアノやってたし、はい、そうですね、まあ知らなくはないでしょ。もちろん知ってます。アミティ大丈夫？え、知ってますよ。本当に？いや、私レポート日本人じゃないよ、大丈夫？え、わかりますよ。わかるよ。わかる？どういう人か、うん、こういう、いや、顔まで顔まで顔かよ。わかるもんね、はい、やっぱり。わかります。てんちゃんはわかりません。はっきりしてる。カツラの人ですよね。こういう感じの、まあ、あの時代の人はみんな、みんなカツラだからね。そう、でも、はい、モーツァルトは知らないんだ。いや、知ってますよ。知ってるけど写真ぐらいは知ってます。あ、写真ぐらいは、写真ぐらいは知ってますよ怪しい。テンションで乗り切ろうとしても。いや、もう知ってますよ。まあ、まあ勉強しますもんね。いや、もうで通ってくるじゃないですか、うんうん、絶対音楽の授業で、うんうんうん、まあベートーベンもそうですし、うんうん、モーツァルトとかこの辺の方々はもう知ってますよ、はいはい、そう、まあモーツァルトはね、実は僕誕生日が一緒なんで、うん、あ、そうなんですか。そうなんですよ。だからすごいこう、僕もあ、なんかもう自分はモーツァルトの生まれ変わりなんじゃないかと思いながら、あの、そんなこと言ったら私ベートーベンなんで、私もベートーベンの生まれ変わり。そう、前回、結構前ですけど企画で、はい、本地さんはベートーベンと同じ誕生日、そして僕がモーツァルトと同じ誕生日なんで、うん、まあ、この番組はもうモーツァルトとベートーベンがやってるようなもんです。すごい、そうそうすごいな。まあまあ、でも、そんな中なんですけど、そのモーツァルトが意外に知られてないのが、はい、まあ、結構多分、てんちゃんぐらいの知識だと知らないのが、結構若くして亡くなってて、35歳で亡くなっているっていうのと、あと最終的にこんだけヒット曲を飛ばした作家さん、作曲家さんでありながら、最終的にはまあ無縁仏というか、引き取り手がなくて、大衆のお墓で埋葬されたので、あんだけ有名な人だけど今お墓がどこにあるかわからない、そうだからお墓参りができないっていうふうに言われてますね。
なんか偉人の方とか、うんうん、大スターって意外に孤独ですよね。そうなんですよ、うん、確かに。やっぱりそうモーツァルトはその小さい頃からもう天才、うん、天才って言われて、うん、あの、ま、それこそマリー・アントワネットは分かります？うん、分かりますよ、もちろん。マリお？あれ？お？あれ？分かりますよ。分かりますよ。意外に怪しいんですよね。ケンちゃんはね、恐ろしいほどに知識がないんですよね。うん、なんか今までどこに住んでたのっていうか私、うん、あの異世界から来たもんで、あー、ね、信じちゃうからそうそうそう、だからモーツァルトもちっちゃくマリー・アントワネットに対してその大きくなった ら、うん、だから王妃になるような人ですよ、うん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 、だからあの大きくなったら僕のお嫁さんにしてあげるよっていう風なぐらいでもうそれをあの一桁台の時に言ってたぐらいもうぐいぐい言わせてるいやもう意外に昔の偉人さんは結構遊んでたらしいですからね、うん、すごい、うん、偉人さんは偉人さんでもやることやってるっていうプレイボーイですねプレイボーイやることやってるんですよ。あとはこ のリュウマチっていう話なんですけど、うんうん、まあ、この頃は、今と比べて移動手段が、馬車とかなので、うんうん、あの結構なんていうんですか、で音楽家とかだといろんなところにこう行くじゃないですか、うん、そうするとこうやっぱり振動とかで肩こりとかそういうのとかもあって、なんかこういうのでが結構死因になる方とかも結構多かったみたいですよ。昔はだってあれですもんね、風邪治すだけでもものすごい莫大なお金がかかるし、やっぱ移動手段もないから、そうですよ、ね、病院に行くだけでも何時間とか何日とかかかるから、うんうんうん、その間に亡くなっちゃうとか多いですもんね。そうだからなんか、うん、なかなか、ただモーツァルトには結構都市伝説みたいなものもあって、うんはい、アマデウスっていう作品を見た方は分かると思うんですけど、うんうん、結構そのサリエリっていう方が、はい、モーツァルトの時代の、宮廷音楽家で、なんかすごい偉い方がいるんですけど、はい、そのサリエリがそのだけがモーツァルトの才能を気づいて、こう嫉妬してて、最終的にはサリエリが殺したんじゃないかなんていう逸話が残ってるぐらい、まあ、なんかもともとそのモーツァルトの仕事が減ったのもサリエリとか その根回しで、その公演を減らさせたりとか邪魔したりとかして、うそういう嫌がらせってやっぱその時代からあるんですね。あったんでしょうね。いやーねー、めっちゃ今おばさんだったけど大丈夫いや本当に多いですよね。いやでもやっぱなんかあれなんじゃないですか、あいつこの10代で、うん、だからサリエリとか多分すごい勉強頑張って大学行ったけど、なんかもう生まれ持った天才ですもんね。中学生ぐらいで、あちょっとサリエさんそこちょっと曲こんな感じじゃないですか。やだ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 、ちょっとサリエさんミスっちゃってんじゃないですか。嫌いになっちゃう。そんな嫌なやつなんですか。いやでもそんなイメージです。まあでもそう、そうですよね、やっぱ生まれ持った天才ですもんね。そうですね。だからそれで最終的に干されてしまったという話。そんなモーツァルトと同じ誕生日のタヤさんということで、はい、そうですねどうなんですかそれは。あ僕はもう、もうものすごいもう低姿勢低姿勢ですよモーツァルトに対してですか、うん、そうはい、というわけではい、はい、本日もタヤキャプテンと私フォンチ、そして仮入部の部員たちで本日お越しのゲストを応援していきたいと思います。番組の Facebook ページも皆さんぜひいいねをしてください。よろしくお願いします。では本日のゲスト紹介の前に1曲お聴きください。ルナさんで未熟なウルフ。本日のゲストを紹介いたしましょう。
本日は、ボイスドラマ異世界女子校の非日常な日常から、クルル役の桜木つぐみさん、ティオ役の北村まりなさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではプロフィールの方を紹介させていただきます、はい。まず桜木つぐみさんの方なんですが、はい、クロコダイルの、新人声優の 桜木つぐみです。今は看護師と兼業しながら活動しています。看護師の時には声に緊張感がないと先輩に怒られることもありますが、ファンからはヘリウムシュガーボイスと言われるこの声を武器に日々配信などもしております。はい。そして北村まりなさん、はい、声優イラストレーターとして活動しております。朗読劇、舞台、ライブなど数々方面にいろいろ出演なさっております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。まずですね、うん、もちろん知ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、初めて聞いた方に、はい、異世界女子校の非日常な日常、はい、こちらはどういった作品なんですか。はい、この作品はですね、さまざまな異世界からいろんなスライムとかゴーレムとか、あとは犬とか獣人とかがこう転移してきて、はちゃめちゃドタバタスクールライフを繰り広げていくっていう作品になります。なるほど、はい。じゃあいろんな生徒がいるんですか。いろんな人間だけじゃないんですか。唯一一人だけ、はい、あかねちゃんっていう人間がいるんですけど、はいはい、その子は第一期のドラマ CD に出ていて、はいはい、今は第二期でまた新しい異世界からいろんな小人とか、はいはいはい、2メーター級のでかい子もいたね。2メーター級の2メーター級のめちゃくちゃでかい子もいたりとか、そう盛り上がってますね。あ、そっか。一応もう女子校だから女子しか入れない。女子しか入れない。スライムに男女あるんですか。そう、どんな生殖をしてるのか気になるんですけど、ね、スライム分裂ですもんね。そう、無性生殖。なるほどなるほど。ちなみにお二人のキャラクターは、はい、クルルと、はい、クルルティオという役なんですけど、はい、どういったキャラクターなんですか。はい、じゃあキャラで自己紹介。キャラクターの自己紹介お願いします。じゃあいいですか。あ、ですか。じゃあチューニング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 レバーとかね。じゃあ行きます。私はインフェリート女子校2年生スライムのクルルです。普段は頼りないって言われたりとか天然って言われるんですけれども、みんなから頼ってもらえるお姉さんになれるよう異世界で頑張ってます。今日はお友達のティオちゃんもいるので、ティオちゃん。はい、同じく2年のティオです。まあ友達ではないな、確実に友達だよ。友達じゃない。私は普段はあんまり授業とかも受けてないし、まあでも体を動かすことは得意だし、ダンジョン攻略とかもよくするな。すごい。それじゃあ今回はぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか一気にこう世界観が。なるほど。あ、じゃあもうむしろまさにスライムだったんですね。そうだね。身の上話を。ティオさんは どういう種族なんですか。ティオは、ワンちゃんなんですよ、種族が、うん、なのでツンツンしてるんですけど、一度懐いてしまうと結構デレを見せるみたいな。でも今のなんか自己紹介だと確かにツンツンしてる感じがしますよね。友達なのかなみたいな。友達じゃないしって言ってたんで、うん、そう、なんかティオちゃんを指してなんだっけ、デレインだっけ、デレるヒロインなんだったっけ。そうそう、あ、違う、チョロイン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 、そんなヒロインいる。なるほどなるほど。全然なんか声のあれも違くてすごい面白いですよね。でも、うん、あのキャラクターのこの絵を見させていただいたんですけど、はい、でもあの、まあ、擬人化されてる感じですね。そう、結構特に私の演じるクルルちゃんはスライムなので、髪の毛の先がこう、なんだろう、水滴、なんかこうちょっと、うん、自分から抜け出てってみたいな。はい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 、はい、スライム分がプンプン飛んでます。へー、うん、なるほどなるほど。面白い。あれなんですか、その学校の中ではいろんな授業があって、いろんな授業が、どういう授業をやってるんですか。それ最近あった強烈な授業は女子力向上、うん、女子力を向上させていくっていう、ほうほうほう、まあ、女子校ですもんね。そう、授業があって、なんだろう、いわゆる萌え台詞とか、なんかこうシチュエーションに対して応援してくださってる皆さんをドキドキさせちゃうようなセリフを、こうむしろキャストが言うみたいな、キャラクターとしてというより、うんうん、
なんかこうお話聞いて、聞かせていただいた感じだと、はい、こう、ボイスドラマというこのなんていう軸がありながら、うん、はい、いろいろこうリアルなイベントだったりとか、うん、そうなんです、そのキャラクターごとのまたサイドストーリーとかがあったりとかっていう、はい、展開があるっていう話ですよね、はいはい、リアルなこういうイベントとかも、そう、今日も現場回してきたんですよ、うん、現場回してきたもう分回しなんでオタク必須スキル現場回しを、うん、してきたんですけど、はいはいはい、そう、お渡し会があったりとか、はい、あと朗読劇 CD とは違ったストーリーをこう、うん、生で朗読したりとか、あとはね、そのテーマ曲っていうのがありまして、そちらを実際のキャストたちがダンスを踊って披露するみたいな、うんうん、ライブとかも一緒に合わせてやっていたりとかもしてます、生で見れるってスペシャルですね。スペシャルですね、なんかキャラクターイメージさせながら、うん、そうです、目の前でその演じてらっしゃる本物が自分の目の前で踊って歌ってるって、うん、やばいですね、そう思うと、すごいですよねなんかやばいですね、盛りだくさんですよね、うん、でもなんかめっちゃその異世界女子校がどういう感じなのか興味がめちゃめちゃありますよね、うん、ありますね、うん、どういう感じで授業を受けてるのかなとか、うん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 、キャラクターによって違いますもんね、うん、なんか天敵とかいないんですか、天敵、あ、でも私いじめられてたのをこう同じ異世界女子校のメンバー、サーシャちゃんっていうウサギのウォーバニー、戦うウサギ族がいるんですけど、戦うウサギ族がいるんです、ウォーバニー、強い、あの強い方のウサギに助けてもらったりとか、なんか敵はいるね、敵はいる、敵はいるね、なんか私のキャラクターのティオちゃんも、もともと住んでた世界が、あの強くないと生きていけないみたいな、結構過酷な世界で生きていて、だから友達も作らなかったし、親しい人も誰もいないみたいなところから、みんなが結構仲良くしたいねみたいないう世界に飛ばされちゃったもんだから、なるほど、逆にその距離感とかが分からなくて、でも友達っていいのかなみたいな、じゃあさっきの友達じゃないとかそういうのも、多分なんか本当はね、友達って言いたいけどみたいな、なんかまだちょっと素直になれなかったりとか、どのキャラクターもこうメインになれるぐらいバックグラウンドが、そうですよね、なんかどういういきさつでこの世界に飛ば、あの何ですか、その学校に通うことになったとかはあるんですか、その、これはある日星に願っちゃったんですよね、はい、こう、みんなそれぞれ、そう、例えば非日常に飽きたとか、あ、なんか今の日常に飽きて、日常に飽きちゃったから非日常に行きたいとか、うんうん、私はそのなんだろう、スライム、うん、弱い者いじめしないでみたいな感じだったりとか、うまくこう、うん、兄弟がたくさんスライムいるんですけど、うん、お母さんの言うことだったら聞いてくれるのに、うん、私クルルの言うことだったら聞いてくれない、うん、なんか頼られる頼れるお姉ちゃんになりたいって願ったら、気づいたらそこは異世界でした、うん、だから非日常な日常なんです、うんうん、そこでこうバンと集められてというか、うん、じゃあみんな今からクラスメイトだみたいな、でもそんなのティオちゃんからしたらね、もう今までこう、ね、仲間なんかおらんかったのみたいな急に優しい世界に連れてこられて、そりゃ戸惑うね、ドギマギみたいな、まあ、そういうところも結構ストーリーに入ったりとかするんですよね、はい、そしてですね、先ほどちょっとあのお話がありました、はい、楽曲があるということで、うん、実は今回聴かせていただけるということで、はい、タイトルが異世界ジェネレーションという曲なんですが、はい、どういった楽曲になってますでしょうか、はい、異世界女子校の私たち声優のキャストたちが歌う、はい、一度聴いたらそのつい口ずさんでしまうこと間違いなしの、聴いている方も楽しくなれる愛の手とかも入っているノリのいい楽曲です。1期バージョンと2期バージョンってあるんですけど、うんうん、今回は2期バージョンを聴いていただきたいなと思っております、はい、それでは早速お聴きください、はい、異世界女子校の非日常な日常さんで異世界ジェネレーション。異世界ジェネレーション、ワン、平凡な日々から急遽変境な場所へ瞬間移動、ハートマン。
ということで聞いていただきました。ちょっとサビの振り教えてもらいました。異世界ポーズ、異世界ポーズ、世界ポーズだ。異世界ポーズ教えてもらいました。でもあれですね、声分かってましたね。分かりました、うん、嬉しい。これ絶対つぐみさんだと思って見たら目あったんで、あったリスが特徴的な、言い分けられたのがちょっと嬉しかったね。行きバージョンだとティオちゃんがメインで歌ってるところもあって、ね、全然雰囲気が違うので、はい、聞かせていただいたんですけど、ここからはですね、はい、ちょっとキャラクターではなく、はい、お二人のお話を聞いていこうかなと思うわけなんですが、嬉しい、はい、でアンケートもいただいてます、はい、まず、桜木つぐみさん、はいはい、まあ、活動を始めて2年ぐらい、はい、2年です。活動を始めたきっかけはどんな？活動を始めたきっかけはなんか小さい頃から結構アニメのモノマネとか、あと両親が共働きでずっとこう作品をアニメ見たりとかしてたので、そのモノマネをやって喜んでくれたりとかが、なんかこうずっと頭に残ってて、もうそういう職業に就くんだみたいなのを忘れることなく今に至ります。こちらアンケートにはないんですけど、ちょっとページ、サイトの方とかで見させていただいたら、はい、昔その、オードリーさんの番組に出られて、いや僕あのオードリーさんのぜひ、会ってほしいんです、っていう番組なんですけど、うん、僕好きで見てて、嬉しい、出られてましたね。そうだ、結構なんか初対面の人とかにでも、はい、なんか YouTube で突然おすすめされましたとか、はい、そうなんですよ。僕はもうそれを知ったときに Hulu で見直しまして、あ、本当だと思って、オードリー方が、はい、でもあの時は、はい、声優さんという形ではなかった。そう、あの時は養成所に行って、うんうん、でそのなんだ関連事務所のオーディションに落ちてしまって、うんうん、もうダメだなって思ってた時に、うん、テレビ出たら誰か見つけてくれるんじゃないかと思って、普段看護師もしてるんですけど、うん、夜勤の休憩中になんか口コミ投稿した。そう、自分でもいいんですもんね。そうそう、自分で桜とかじゃなくて普通に実践しました。いやでも面白かったですよ。嬉しいです、うん、でもやっぱああいうところから結構こう声かけていただいたりとか、ああいうあれがきっかけでやっぱりやりたいなって思って、うん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 、で今の事務所に入りました、うんうん、素晴らしいですよね。そしてですね、まあこれはちょっと後であれなんですけど、趣味が、はい、釣り、登山、キャンプ、ゲーム、昼寝、はい、結構アウトドア系ですね。すごいアウトドアな、そうめっちゃ活発で、1回ずつぐらいしか行ったことない趣味もうそれ趣味に書いちゃう、すごいですね。そうなんですよ、なかなかこう1回しかやってないのに趣味に書くというところなんですけど、書いたもん勝ちです、書いたもん勝ちなんですけど、ただですね、これ全てが何ていうんですか、答えが出るのが、はい、自分のキャッチフレーズは何ですかというところで、はい、まあ、あざと神とまあまああざとい部分があるっていうことですよね。そうなんです、今やっぱりなんか可愛い子とか、うん、なんか釣りしてる動画が伸びてるんで、うん、私も釣りを乗っかっちゃったんですね。そうしようかなとか、そう山登ろうかなみたいな、はいはいはい、Vlog 作ったりとかやってます。じゃあまだ1回ずつなんですね。1回ずつ1回、あでも一応一通りは一応一通りやったので、まあ書けますよね、ちゃんとやったから。やってはある。釣りどうでした？釣りはなんか釣ったんですよ。あ、エビ釣れたと思ったら、うん、エビの何ルアー、はいはい、なんかゴミが釣れてああ、そうですよね、俺びっくりしました、今だって、うん、普通にエビって釣れなくないですか、ね、エビ釣れたみたいな。でも、うん、結構難しい手法をやってて、うん、なんかこう、海の底に投げて、こうなんだろう、海の底をなぞって、ひらめとか、なんかあれ、名前あるんですよね、はいはいはい、そういう釣りをやって、よく引っ掛けてます、うん、何かに引っ掛けて、切れちゃったとか1回目でそんな結構ハードに、うん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 、もしかし続けたらもっとすごいやつ釣れちゃうかもしれないですね。まだ女性声優で釣り番組、うん、なんか出てる人いないんで、あ、じゃあちょっと狙いされて、目指すはそこですね、まだまだ枠が空いてるとまだ多分もっと経験ある人いると思います。今のうちに今のうちに回数増やさないと、急いで上達しないと。まだ間に合いますね、うん、まだ間に合います。そしてちょっとこう面白い鉄板ネタありますか、うん、っていうところで、はい、まあマイクでは通る声だねって言われますが、はいはい、街中とか雑多だと、うん、まあ
同じ周波数のため、雑音が同じ周波数のため、うん、あまり声が通らないと。あ、うん、そうなんです。まあ、コンビニでアルバイトしていた時にですね、うん、お酒の購入をされるお客様に、うん、年齢確認のため、うん、画面をタッチしてくださいと言ったら、うん、顔面をタッチされたと。いや、やばすぎそう。嘘みたいな。そう、本当の話ね。でも僕、うん、なんとなく思いますけど、それは多分わざとです捕まえてやればよかったいや、だってさすがにわかるでしょいや、わかりますよね、うん、だって少なくとも、お酒を購入しに来るということは、うん、二十歳を超えてらっしゃる、うんうん、あ、上等手段まさかの。そうです。でも私も儲けたんで、ネタ一つ。あ、ま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 あ、チャラにしよう。さすがですね。あざといんで。すごい。絶対そう思いたかっただけですね。絶対そうですよ。本当そうですよ。だってその画面タッチの精度がある前から年齢確認であったんで。確かに。確かに、やられたな、やられたなやられた。まあまあ、でもね、あのネタができたから、ネタができたんでありがたいですそして続いて、うん、北村さんのお話に聞かせていただきたいんですが、はい、北村さんは、活動を始めたきっかけはどういった感じだったの？あ、もともと小学生の同級生がなんか市で開催されてるミュージカルみたいなのに出てて、うんうん、でお客さんとして見に来てみたいなのに言われたのがきっかけで、そのお芝居とかも全く触れてなかったんですけど、うんうん、そこでお芝居とか歌ってこんなに楽しいものなんだっていうのを客観的にして、でそこからズブズブのめり込んできたって感じですまあ、ってことは最初はじゃあ声優さんではなかった感じですか？そうですね、最初はもう舞台とかで活躍できるような方になりたいなっていうのが小学生の頃の夢だったんですけど、うん、その中学生の時にその父親がその声優っていうお仕事もあるんだよみたいなのを教えてくれて、で調べてみたら、え、楽しいじゃんみたいなのがあって、そこからはい。そしてですね、うん、あのまあ、冒頭の、紹介文にもあったんですが、うん、はい、イラストレーターとしても活動されていて、うん、違う面ですよね、はい、はい、趣味が、まあ、絵を描くこと、はい、そして誰にも負けない特技が制作力制作力すごい、もう生み出しますよって例えばあの私その台本とかも書くのが、うん、お話とかも考えるのが好きで、うん、結構書くんですよ、でそしたらやっぱりキャラクターのビジュアルとか欲しくなるじゃないですか、うん、だから、あ、じゃあキャラクターのビジュアルも絵好きだし自分で描こうって言って書いて、でちゃんと製本して、うん、で絵ができたらグッズが欲しいって思って、じゃあ自分で絵描いてグッズ出しちゃおうって言ってグッズ出して、で他の女の子とかにこれを読んでくださいみたいなのでオファーして、なんかそういう朗読劇を開いたりっていうのも好きで、そういうのもやってます。すごい、座長ですよね作品生み出してますね、うんうん、オファー待ってるマジ待ってる待ってる。それはあのそういう、なんて朗読劇みたいなことも開催されてたっていうこと、うん、あ、はい、してました。その製本した本とかはどうす、あ、それもその物販として販売もしてそう利回りがいい本格的もうグッズ、なんかそういうポストカードとか、あ、そうですね、そのポストカードとかもですし、アクリルキーホルダーにしたりとかもして、はい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 、なんかもうアピール、とりあえずこんなに可愛い子たちが出るよみたいな運営じゃないですか優しい運営ですよね自分も表として出れるし、うん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 、裏方もできるし、ですごいですね、うんうん、そしてですね、はい、最近あった自分の10代ニュースというところで、うん、友達が金縛りに会った時に、はい、知らないおじさんに会ったという話を聞いた日の夜に、はい、金縛りに会い、はい、おじさんを見た。あ、そうなんですよ。ホラーですか？いや、わかんないんですけど、なんか昨日金縛りに会っておじさんに会ったんだみたいに言われて、うん、すごい面白いみたいな、その日に寝たら金縛りに会って横見たらおじさん立ってて、やばー面白いみたいな全然普通に怖いんですけど、まあ、結構金縛りに、そうですね、数えきれないほど会ってて、その金縛りの鳴り方とか入り方とかも全部分かってて、うんうん、だからもう怖さは全くないんですよ、めんどくさいっていうのだけで、でもそのおじさんが友達と私を渡り歩いてきたっていうのが面白くて、いや、もうこれはもうおじさんを共有できたっていう、同じおじさんだったちょっとイラストレーターとしてちょっとおじさんのキャラクターにこんなんでした、声当てるから、そのおじさんに金縛りおじさんっていう声やります、おじさんの
わいい。そうだ。いろんなとこ、いろんなとこに行く。マリリーね。マリリー。でも金縛りはね、でも結構僕も金縛り合う方なんで。うんうん、あれですけど、まあね、まあ、夢がない話になっちゃいますけど、うん、まあ、この体の疲れとかで起こるんで、うん、結構だから慣れてる人からするとなんかもう悲しまりってなんかあまたかみたいな。そうなんですよね、ちょっと今日キャンセルしようかなみたいな。そうなんですよね、もう明日にしてみたいな。そうそう、そういう時はなんかもうあーってほどくけど、うん、なんか今日はちょっと悲しまりあってもいいかなみたいな日はちょっと受け入れる、うん、なんか考えたことが実際目の前に出てきたりするっていうのも聞くから、うん、じゃあちょっとトレーニングしようって思って、いっぱい自分の体に乗ってるのは今日はこれみたいなのでトレーニング面白いですね。いつかちゃんと理想のものが自分に乗るように。だいたい前に見た映画とかね、うん、そういうのが前向きだね。もう慣れるとね、全然逆に楽しい催しの一つだから、だから二次元とかのキャラクターとか、うん、そう、二次元ピカチュウとかも出てくるんですよ。すごいよ。金縛りにあって、ね、枕元にピカチュウが立ってるって最高。ホラーなのか何なのか分かんなかった。楽しそうですよね。まあまあまあ、そんな、北村さんですけど、こんなお二人がですね、はい、いろいろ、作品の中でキャラクターに扮しながらいろんなことをやっているというのが、はい、異世界女子校の非日常な日常という作品なんですけど、はい、こちら告知等々は、はい、はい、ですね、12月12日から19日まで、うんうん、秋葉原ロンドベルさんとのタイアップイベントが決まっておりまして、店内にポスターを設置させていただいて、コラボメニューも3種類を出していただくほか、最終日12月19日は私たち声優が参加するイベントも行います。そして20日は五反田 G5 さんにて新作朗読劇を披露させていただきます。こちらが現在行われている2期の最後の集大成となるイベントなので、ぜひいろんな方にね足を運んでいただきたいなと思っております。で iTunes で1期の楽曲を発売しているのと、 Pixiv にてファンクラブをオープンさせていただいてるので、はい、そちらではね、私たちのオフショットとか収録の裏側とか結構載せているので、うん、知りたい方はぜひ。そう、マイク前でのレアな真剣な姿とか可愛さを忘れて、なるほど。みんなガチでやってる、ガチでやってるところとかぜひ。でそれを詳しくは公式ツイッターがありますので、ぜひそちらでチェックをお願いします。お願いします。お願いします。ぜひよろしくお願いします、はい、というわけで、はい、お時間が早いんですけど、もっといろいろちょっと聞きたいことがあったんですけど。そうなんですよね、はい、お時間も今日はですね、はい、最後にもう一曲聴かせていただけるということで、はい、次の曲がカーストバスターズ、はい、このカーストバスターズなんですけど、はい、今日曲を作ってる方にもういいよって言われたのでちょっと言っちゃうんですけど、うん、実はこれゴーストバスターズお、なんか聞いたことあるぞ。あのミシュランみたいなやつですよね。そうそう、ミシュランみたいなボリッとしてる、うん、あれのちょパロディみたいな。あーそうなんだ。すごく聞きやすい歌でもあり、うん、でもこう歌詞をよく聞くと、うん、今回2期新しいメンバーを交えて、うん、また異世界でのドタバタライフを送っているっていう、その2期の作品にフィーチャーした内容でもあって、なんかいろんな種族、スライムとか、うん、獣耳とかお化けとかいろいろある、まあ、地位も階級も関係ないみたいな、小さいことを気にしないっていう、仲間を大切に、まあ、毎日楽しくやってこうねっていう、そんなハートフルな曲になってるので、うんうん、ぜひぜひ聴いてください、はい、ということで本日はボイスドラマ異世界女子校の非日常の日常からクルル役の桜木つぐみさん、テオ役の北村まりなさんにお越しいただきました。ありがとうございました。それではお聞きください、異世界女子校の非日常の日常さんでカーストバスターズ。
ガリニューブの部活動イエーイ。はい、こちらのコーナーは応援ユニットガリニューブがたくさんのアーティストを応援するべく、カヨキャプテンからの指令を達成し、そして時には無茶ぶりに耐え、部員として成長していこうというコーナーになっております。早速部活の内容を発表していただきましょう。キャプテン、今週の部活内容は？はい、同じ誕生日の人は同じ運命をたどっているのか教えて、同じ誕生日の人。はい、もうほぼタイトルで答えてます、はい、この企画はですね、実は去年に1回行いまして、はい、まあ、私フォンチとタヤキャプテンは当日番組にはいませんでしたが、マコマロの同じ誕生日の人を調べてピックアップしました、はい、そしてその日が芸能人の人の誕生日が多いよねっていう話でやったのが9月の14日だったんですよ、うんうんうん、まさかのアミティの誕生日だったんです。おお、すごいすごい。まあ、ということでね、今日はですね、新しい部員のてんちゃんも入ったということなので、はい、ここで改めてこの企画をやろうと思います。はい、はい、なるほど、はい、まずはじゃあ誰から。まずじゃあ私が、はい、タヤキャプテンと同じ誕生日の人たちを紹介させていただきます。はい、まずあのオープニングでもちょっと話したんですけど、はい、ウォルフガングアマデウスモーツァルトと同じということで、そうですね、はい、まあ、ちょっと似たようなところがあるかな。あるのかな。どうなのかな。ハードル上がってきました。はい、他にですね、ジョン万次郎。はい、ジョン万次郎、はい、通訳の方、うん、あとはルイス・キャロール、あの不思議の国のアリスを書いてる方ですね。やっぱ文学的な人が多いですよね。そうですね、確かに。あとは東郷平八郎っていう、はい、あ、軍人さんですね。軍人さんですね。あとはエドワード・ジェイ・スミス。おー、エドワード・ジェイ・スミス、タイタニックの船長ですよ。船長です。タイタニック大好きなんで、もタイタニックの船長って沈んだ人ですよね。ちょっと待ってください、タイ、あのタイタニック運転してたんですよ。あ、まあまあそうですけど、その人と一緒なんですよ。タヤさんも沈みます。ダメ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 、一緒に頼るから。ちょっと、もう沈んだかもしれない。はい、ですね、あの清水美智子さん、はいはい、コメディアンの、はい、あとは、元ジャンヌ・ダルクの、ヤスさん。あ、はいはい、はい、あと同じ音楽家の人たち。しかもタイキャプテン A 型じゃないですか、はい、ヤスさんも A 型なんですよ。あ、似てる。あ、でもこれ似てるとこあるって言ったら結構批判が。やめてください。あとは雛形あきこさん、女優さんですね。こちらも A 型でした。うん、一緒。一緒だ。あとは上白石萌音さん、はい、女優さん、最近人気の方、うん、はい、などなど。どうですか、田谷さん。まあ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 、うん。まあ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 。そんな感じかな。この企画批判食らうだけじゃないですか。確かにね、全然違うって言われる。はい、私がフォンチーさんの、イエーイ、調べたんですけど、12月16日です大型ですよね。大型です。なんで私はあの、しかも大型みたいな、誕生日しかも大型の人をピックアップして調べました。誰だ。まず、まあ、さっきも言ったんですけど、ベートーベン。やっぱりか、大型。ベートーベン大型なんですよ。すごい、天才肌、天才肌。すごい、びっくりしました。大型、自分で言って恥ずかしくなるわこれ。あと、料理研究家の服部幸男さん。うんうんうん、わかるよ。大型でした。あ、一緒なんだ。うん、はい、そこまで。あとは、歌手の松山千春さん。お、うん、同じとこあるかな。おでこの…おでこ出てる。おでこ出てる人、前の人だけ知らないですか、そうなったら。あ、ちょっとあの、おでこ綺麗に光ってるところとか。そうですね、似てます、うん、似てる。あ、言ったな。私に、私に、あの、でこの機関車っていうあだ名つけたぐらいなんで、やっぱり。ごめんなさい。そして、あと、細川茂樹さん。はい、同じとこありますか。はい、あの、大型大型でした。この一緒だ。 あとミュージシャンのハクエイさん。あ、ハクエイさん、ハクエイさん、ペニシリン、うん、
の1,2,3,4,5,6 人、あ、5人、5人が一緒でした。すごい。ピックアップしたいところはやっぱベートーベンですよね。うん、まあなんだってこの番組はモーツァルトとベートーベンです、ね。はい、次行ってください。じゃ今日はちょっといないんですけど、まこまろちゃんの、はい、同じ誕生日の方を2月19日ですね。はい、2月19日、うん、で、まこまろちゃんは A 型ですね。じゃあちょっと同じ誕生日、ニコラス・コペルニクスさん、天文学者ですね、はい、そう、あの地動説を初めて唱えた方ですね。太陽が地球の周りを回ってる、そうそうそう、それまでは太陽、あの地球の周りを星が回ってるっていうのが通説だったのが、逆に太陽を中心に、回ってるんだよっていうのを、まあ、言っちゃったがために大変なことになったっていう、そして、藤岡弘さん、俳優さんのね、仮面ライダーの1号ですよね、うんうん、あとこの人は、A 型、同じ A 型で、うん、山本貴弘さん、あ、モノマネ、あれですよね、レインボーブリッジ封鎖できませんでしたですよね。あと、この人もお笑い芸人で同じ A 型でガリガリガリクソンさん、同じ人も面白い、そのチョイス、ね、異色なメンバーです ね、 いね、同じ誕生日で同じ血液型の人はどっちもあのお笑い芸人さんっていう、なるほど、マロっぽいね、そこもまたで、そんな感じでした、うん、早速新規3人のメンバーも行きましょうか、はいはい、そうですね、はい、アミティから、あ、私から、はい、私の人はめっちゃすごいです。9月14日ね、はい、で、B 型 B 型です、ね、うんうん、矢沢永吉、おーすごい、それ言われちゃったら何も言えないです、そうなんですよ、大スターじゃないですか、B 型なんですか、もう、もう一卒です、本当に一緒っぽい確かにね、あと、うん、安倍修二さん、あ、吉野家の社長さん、はいはいはい、吉野家の社長さん、はいはい、お社長が B 型でした、はい、一緒です、社長、うん、吉野家食べたことある？ありますよ、でも あんまり牛好きじゃないんですえ、それ今言わなくて私誕生日の人なのに、あの、美味しいですよ、美味しいよね、はい、あとは、あとはいなかったんですけど、はい、でも、上戸彩さんとかも一緒、はいはいはい、うん、あ、誕生日は、はい、誕生日一緒でした、うん、そんな感じで、いっぱい、もっといっぱいいました、有名な人いっぱいいますよね、はい、いや、矢沢永吉さんと一緒ってことですね、はい、矢沢永吉です、さすがですわ、すごい、では、ね、続いてはい、じゃあ私2月1日生まれの AB 型なんですけど、うんうんうん、何人か挙げた中で一緒だったのが、三浦純さんが誕生日も血液型も漫画家の、まあ、AB 型がまずそんなにいないからね、そうなんだ、珍しいからね、逆に一緒なのがむしろすごいのか、すごいって思いました、ちょっと髪の毛の感じとかも見えない無理やりさっきからみんなでも私それで言ったら、ブリヂストさん、ブリヂストンの創業者 の、 はい、石橋正二郎さんと同じ誕生日です、はい、すごいじゃん、はい、社長コンビだね、社長、そうなんですよ、ここそうです、社長社長社長あとは布袋寅泰さんと、もう A ちゃんとこみたいな感じ、ね、そうなんですよ、ここそういう感じなんですって感じあと最近の感じ言ったら吉沢亮さんとか、うん、有名なね、俳優さんですよね、あとは実は一休さんとも同じ誕生日これこれすごいじゃん、これと一緒の誕生日、すごいじゃん、一休さんっぽいっちゃぽいかもしれない、とんちがなるほど、はい、という感じでした、面白いな、そしてそして、はい、最後てんちゃ ん、 ちゃん、私1月21日生まれ、はいはい、で AB 型でございます、うんうん、誕生日も AB 型も一緒なのが、リュウ・ライタさん、おー、リュウ・ライタさんが同じでした、はい、俳優さん、であとはフランプールの山村龍太さん、あ、が、ボーカルの同じ、はい、同じ AB 型でございました、あと、誕生日だけ一緒なのが声優の水木奈々さんで、やったじゃん、やったやった、やったじゃん、はいはいはい、やったじゃん、あと、高田純次さんも、いい、白いよ、来い来い、嘘ですよ、そんな適当なんですか、って感じでございました、はい、うん、いやー、いろいろいましたけど、ちょっと自分と接点がある人いました？
でも全員共通してね、やっぱ音楽系の人は絶対いますね。あそうですね、有名な、もう一世を風靡した人たちがそれぞれにいますよね。そうですね、ベートーベンとモーツァルトと矢沢さんと布袋さんってその4人でできてる番組広い番組です。プラス平社員で大丈夫です、大丈夫です。山浦さんね、高田さん異色じゃないですか、一人だけなんちゅう番組だいやいや、でもこれ結構面白いんでね、なんかいろんな人の誕生日をね、調べてね、同じ誕生日の人とかどんな人がいるかなっていうのを調べてみるのも楽しいんじゃないかなと思います。面白かった。というわけで、今週の部活動はここまで。せーの、おつかりニューブ。はい、ここでカリニウムからのお知らせです。はい、まずアミティからのお知らせです、はい。私が応援大使を務めている、アニメ映画の君は彼方さんが今現在上映中でございます、そしてその君は彼方さんの CM を私が主演で演じさせていただいたので、先週もここで流させていただいたんですけど、引き続き今週も流させていただきたいと思います。どうぞ。私は私が嫌い、いつも言いたいことを我慢して、そんな自分が大っ嫌い。でも私も変わる。君は彼方、11月27日公開。はい、いいですね。ということで、はい、すごく背中を押してもらえるような前向きな映画となっているので、皆さん全国で上映しているので、皆さんぜひ見てみてください。お願いします。はい、はい、はい、ではカリニューブからのお知らせで、私たちカリニューブは頑張っている皆さんを応援しています。この赤と黒のパーカー姿を見かけたら気軽に声をかけてくださいね。みんなが誰かを応援すればきっと世界は頑張れる。そして番組終了後20時30分からショールーム配信をします。放送内ではお伝えしきれなかった本日のゲスト、異世界女子校の非日常な日常さんの魅力も私たちがさらにお届けします。お楽しみに。以上、カリニウムのコーナーでした。はい、ではそのままエンディングに行きたいと思います。はい、ここで番組からのお知らせです。アーティスト応援部では番組に出演したいアーティストを募集しております。お家で聴いているあなたも、すぐそこで見ているあなたも、次戦他戦は問いません。応援したいアーティストがいればどしどし番組にご応募ください。エントリーは番組ホームページからアーティスト応援部、もしくは a-ouenbu.com で検索してください。よろしくお願いします。はい、そして本日さんからもお知らせが。そうなんです、お知らせばっかりでございます、すいません本当に。ですね、今年今月の、29日火曜日、そして30日水曜日、どちらも夜の11時から、若子酒という、ドラマに出演させていただきます。飛騨高山を、巡った旅になっておりまして、それぞれ前半後半で分かれて放送しますので、ぜひ皆さんご覧ください。そしてですね、これ新たに解禁されたものなんですが、来年の1月3日朝の4時から、お昼過ぎの15時まで、はい、私が前に出演させていただいたMIU404のドラマが、再放送されることが決定いたしました。1話から最終話まで全部その時間ぶっ通しで放送いたします。私が出演させていただいた5話ももちろん放送されますので、ぜひ皆さん、あの感動のお話をもう一度年始から見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、はい、いや楽しみですね。楽しみです。ということで話はつきませんが、そろそろ別れの時間となります。それではまた来週お会いしましょう。バイバーイ。消えかけた夢がまた鮮やかに見えてる、やり直せるよ、もう一度言いたい放題で笑い合って駆け回ってた日々には、嘘なんてなくて時に残酷で、oh, 真実だけがあった。刻まれてる傷の深さが勲章なのだとしたら、少し誇れるようになったかな。かっこよくはないけど